はい、というわけで今回もエイプリルフールネタありましたね。こちらですね、1日限定でランプファンタジアというものが開催されています。今回はディレクターに扮しているんですね。公式ツイッターもジャックされているようですね。さっきからピコピコ鳴ってますね。ちょっと覗いてみましょう。こちらですね、14時間ほど前なんです。いつもの発作みたいなものですね。何かつぶやいているようです。お、特殊タグもできてるんですね。ランプファンタジアというものですね。お、ともりちゃんもつぶやいてますね。各種ちょっとしたネタですね、紹介されています。お、キルミンにまで触れてる。で、こちらですね、去年から実装された称号ですね。特殊称号も追加されています。こちら参加者皆さん手に入るものなんですか。こちらですね、課金称号ってやつですね。特殊称号も手に入りますよ。こちらは行ける人は行ってみてくださいね。僕が今プロフィール欄でつけてるやつですね。では今回も引かせていただきましょう。で、こちらもかなり得ですね。ステップアップなんですけど、7回じゃないんですよ。3回なんですよ。これで星5の確定が手に入ります。今はこの方々とつながりやすいみたいです。では引いていきますよ。で、ちょっと石が足りないんで追加しちゃいますね。353個ですか。追加しちゃいましょう。よし、僕の方はこれで OK ですね。よし、では引かせていただきましょう。こちらはなんと10連もないんですよ。ですね、例年通りですね。では行きましょう。よし、フリーです。開きますよ。さあ、何が来てくれるでしょうか。あ、ランプちゃんのアルケミストですね。通常版です。ほとばしる聖典への愛を感じます。よし、こちらのアカウントで持ってませんですね。ようやく手に入りました。ありがとうございます。負傷ランプ、皆様のお手伝いにやってきました。後方からいろいろサポートして、後ろからならクリエメイトの皆様のお姿がよく見える。ああ、で、これは違うんですよ。すごかったです。次回も頑張ります。不審者注意ですね。で、これですね、ランプ D の計画手帳というものが手に入ります。これは後日特殊称号と交換できるみたいですね。そうだな、こちらも引かせていただきましょうかね。ステップアップの方ですね。3ステップ目で星5確定ですよ。では行きましょう。これはトラックは関係ありますね。行きましょう。よし、ここもフリーで行きましょう。よし、3ステップ目ですね。行きましょう。よし、またいつでも来てくださいね。あ、ちゃんと手に入りましたね。こちらですね、引き換え券が手に入ります。雑誌別の星5確定チケットですね。なお、こちらの引き換え券は交換期限がないようですね。これは得ですね。これは無償枠でも引けるので、石が余っている人はぜひ引いてみてくださいね。今回はこんな感じでした。ランプ D あと10時間ちょっと。ツイッターの更新頑張れ。